はい、ということで皆さん、今回はゲコくんが作った名前なんていうのこれ、ゲコくん。今回ゲコくん制作マップです。ゲコくん、あのタイトルは青空隠れ鬼。可愛い名前だね。なんかね、青空隠れ鬼って、青鬼隠れ鬼とかした方が伸びるくないね。今から青鬼に変えね、名前。青鬼隠れ鬼じゃダメなの？青鬼ってなんか伸びてんじゃん、毎回毎回。ダメなの？青鬼じゃ。だって青空って何ってなるけどね。まあ皆さん、あの青空って何かって多分ね、マップの舞台だね。今回のマップの舞台が多分空の上、これ全部雲なんですよね。めちゃめちゃ広いエリア内で隠れ鬼をしてもらうというような感じになってます。ちなみにさ、ギコくん、この奥はめちゃめちゃ奥にさ、大きい建物あんじゃん。あれはギコくん、あれ遺跡。みんなだから、このエリアと向こうの飛行機と向こうの遺跡のエリアもあれだって。あれ待って、これ勝てるのかマジで。鬼側は不利じゃないのかって気がするんですけど。じゃあ分かりました、ゲコくん、今回のルール説明お願いします。簡単に、隠れ側はこの広いマップで隠れてください。鬼側は時間を止められます。あのしれっとやばいこと言ってるよ、あなた。あなた隠れ鬼で、あのチート級の技使えるってこと？時止めできるらしい、みんな。鬼側俺じゃん、ね、タイタンクロックマンってこと？ってそう、鬼側がタイタンクロックマン。あ、じゃあトイレットタワーディフェンス隠れんぼにしよっか。タイトル決まった、みんな。青空隠れ鬼やりますよ、皆さん。これクロックマン隠れんぼ。うん、タイタンクロックマンの能力が使える世界で動画版隠れんぼ。あ、これ伸びるわ絶対。うん、名前変わりすぎやろって。いや、いいだろうが流行りに乗っかってよ。時を止まれーって。相手なんですか、ゲコくん。1試合が3回まで。あー、限界点があるんだ。なるほど。1試合につき3回しか使えない。なるほどね。で、制限時間は？あ、ゲコくん、制限時間、制限時間。制限時間は決めてるの？その1試合に3回までって。制限時間は3分。ちょっと待って、ちょっと待って。3分？ちょっと待って、このエリア。お前、ふざけんな、お前、待って待って、お前、血迷ったか、お前、お前、こんな広い莫大なエリアを、お前、3分で行けるわけねえだろ、お前、落ち着け、結構、お前。言うてちょっとさ、奥の遺跡とか見てないからわかんないけど、結構、結構広いの、エリアは。今が皆さん、10人だね。10人います、10人。ラフテルぐらい広い。じゃあ、一旦20分で行こっか。20分。広すぎて探しきれない可能性あるんで、2試合目以降は鬼2人とかにしてもいいかもですね。はい。あとは、ルールとしては何があるんですか？いろいろなギミックを使ってほしい。だから例えば、これです皆さん。イカゲーム風の左右どっちくも。イカゲームみたいな感じで先のエリア行けば、あの、時間稼ぎができるってことね。で、リリチョウはどっちが正解かを見ないんで、1試合目に関しては。だから、後半部分こっちの方に、そのルートだけ覚えておいて行っとけば、あの、後で有利になるみたいな感じだね。みたいなギミックがたくさんあるみたいなので、遠慮せずに使ってください。で、ゲコくん、じゃあまず僕が鬼やるんで、これかな？鬼側の人はここに触ってくれ。はい。で、時間は自分で決めてくれと。あ、みんな？戻る。タイムストップできるわ。一回さ、タイムストップやってみていい？一回やってみていい？いくよ。え？なんか視点めちゃくちゃバグるけど、あはは、え、そんな止めれなくない？え、みんな動けなかった？マジで？動け、なるほど。あの、めちゃくちゃ酔いそうになるけど、止め、ガチなんだ。オッケー、わかった。はい、じゃあそれでいこう。じゃあ、皆さん、じゃあ、あの、僕、こんな風に後ろ向いとくんで、おのおの、じゃあ、移動して隠れてください。お願いします。制限時間20分から25分ぐらいでいきます。はい、どうぞ。隠れ鬼です。だから、僕に見つかったとしても逃げて OK です。今回は。途中で移動するの OK。いい？移動しなくてもいいよ。余裕やん。そうだよ。ただ皆さん、我々時止めれますからね、時。勝てる。時止めれるからね。はい、お願いします。隠れてね。俺見えないようにしとくね。はい、ということで、もうタイムアップです。今から隠れ鬼をやっていきます。まあ、隠れてなくてもいいわけだからね。結局ね。はい、この剣で、あの、ギッタンギッタンにしていくと。で、今の生存者数15人ですね。15人捕まえれれば、私の勝ちということになります。じゃあ行きましょうか。足りるかな？制限時間20分。はい、行きます。よーい、スタート。はい、行くよー。あー、もう長い長い長い。はい。ということで、どっから行く？まあ、無難にさ、その奥の遺跡ってとこ行ってみたいけど、まあ、目の前のところから行ってみるか。はい。登っていけばいいんだよ、ひたすら。これは足りる。あれ？あー、落ちた。なんか。おーい、ニットさーん。ニットさーん。くそ、このチャットが邪魔くせえ！おい！チャット消せねえじゃねえか、これ。
クソチャットが邪魔くせ、ニットさんは焦ってんな、待てって落ちて逃げるの天才って、お前それ許されるのねえ、落ちて逃げるとか、え、これ許されるのありなのだって、それ捕まえられんのか本当に、マジか。まあいいや、とりあえずみんなエリア見よっか。こっちにも行けて、ここにも入れるのもしかして。待ってる、みんなあれ使うしかない。レコチキちゃん、レコチキちゃん、はーい、レコチキちゃん、オッケー、レコチキ捕まえた。画面の感じがやばいって、あの猫チキ一人のために俺時止めたからね今ね、無理ゲーで腐って。そうだよね、おい、ちょっと待って、落ちるの禁止にしない、マジで。お、毎回落ちられたら潰すぞ。時止めのクールタイムなし、無限時止め可能は、って、無限時止め可能です。はい、何言ってんすか、そのぐらいじゃないと無理でしょうね。そう、ゆうとくんに対しては無制限だから、そう、残り2回とゆうとくんに対しては無制限。焦りすぎて落ちるって。ちょ、こっち行ってみるか。多分テレポじゃない、ここ。ほら、来た。皆さん、ここは多分遺跡っすね、遺跡。さあ、これね、俺の多分ね、鬼側のさ、速度も一緒なんだよね。鬼側の速度一緒だからさ、多分これ捕まえるの超むずくね？結局なんか足早くとかできないの？今。なんか足早アイテムとかない？俺に対して。ナノダンダンって何？ナノダンダン、どっちなの？なんかスピードコイルとか用意してくんない？多分これ捕まんないよ、これ。気合でいけって、いけるかな？とりあえず、ここら辺探すけど、待って、遺跡が広すぎ、マジで。ねえ、遺跡広すぎて普通に無理なんだけど。え、これどこにいる？まずさ、これ動画は見つけないことには始まんないもんね、言うて。待って、みんなこれやばい、これ。絶対見つかんないって。お、これクソ広いわ。初期地点で遊んでる人が3人いるって。へえ、のんきにね。どうしようかなー。うん。え？あの、結局、あの、リスポー、結局、あの、リスポーしたらフリーズしたんだけど、結局、それ、俺もなって、って、うん。入り直す、あ、入り直せよね、オッケーオッケー。え、こうすればいいんだね。あ、猫チキちゃん捕まってるもんね。あ、いた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 。これさ、落ちられたらマジで無理だぞ。ほら、落ちられたらさ、初期値にテレポするんだよ。これ、無理ゲーシャッコンだろ。で、オッケー、やった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 。ラドやった、ラドやった。二人やれたら一応ね。あ、皆さん、画面は14なんですけど、一応13ですね。え、でもさ、え、みんなさ、ぶっちゃけどこにいる？遺跡？あー、あそこに下国いるな。もう先にそっち行くか、もう。多分ね、これ遺跡後回しにせんと無理よな、多分な。ん？どういうことだ？これ、向こうはどうやって行くんだ？これ。ポテトくん？さ、ポテトくん。はい、お疲れー。俺、初期値で待機してるだけでも全員捕まえれるかもしんないね、普通にね。待って、これ、イカゲーム行くか。これ大丈夫、正解。お、いけるね。お、あー、これほどか。多分ね、これ、イカゲーム攻略の後に多分いるんだろうな、メンバーな。左、右、左、右、左、オッケー、いけた。でも、こっちの方にいるってことだよね、多分ね。たまる本物だよね、あれね。他にプレイヤーもいるのか？オッケー。これは？これ何なの、これ。隠しキャラ、ゲコ博士とか、意味わかんないんだけど。こういうとこ隠れてない？この、ほら、こういう裏に隠れてたりすんだよな、一人。いるかな？いないな。隠しエリアみたいな感じにしたかったんだろうね、この場所をね。どうやって行った？ねえ、ゲコくんがそこどうやって行ったのかマジでわかんないんだけど。あいつなんか権利持ってるのか、なんか空飛ぶなんかチート使っとるんちゃうんか？ここにもいないな。多分いないよね、いないよね。ってなると、戻って、あそこかな？あの、奥行ってみるか。ほら、奥の部屋まだ見れてないもんね。あと12分です、皆さん。あ、サゴパイセンもヒントくれてます。はい、なんか多分、どっかの白いところにってことね。はい、了解了解。いやー、くそ、乗れんかった。マジか。ちょっと待って、待つわ。絶対あの奥にいるぞ、絶対あの奥。で、サゴパイセン、雪的にあそこに隠れてるとかなんかな。行こう、はい。乗って、こうで、ほら、このエリアもおそらくテレポできるようになってるんちゃうの？おい、何これ、なんかドアーズみたいな雰囲気なんだけど。このエリアにもいるってこと？これ探しきれねえぞ、設定。うわ、こっちにも行けるし、こっちにも行けるわ。一回これ行くわ。下降りて、なんだ、ボーラーとかがあるぐらい？なんか、青鬼とかでこういうとこありそうだよね。開けれるけど、多分何もないんじゃない？隠しエリアがあるとかかな、このボーラーのとこ。あー、わー、なるほど。
ここほらボーラーのとこすり抜けられるようになってるわ。いいね。こういう隠しエリアには今回動画は見つけきれなかったみたいですな。あぶね？嘘。え、いた？本当に？ナオくんのヒントも出てきましたね。あ、これ天井ってさ、いやこれ天井違うね。弟くんが惜しいとか言ってんだよね。危ないって言ってんだよね。ここ？いや絶対ないと思うけどな。いや、いないいないいない。多分これダミーダミー。時間かからせてるだけだと思う。は？無様？待って、じゃあこっち行くわ。多分これエレベーターで、おい待ってくれよこれ。フロア2、ちょっと待って。フロア2とフロア3があるみんな。やばいって。おい、これダメだって。ちょっと待って、これ広すぎるだろこのエリア。フロア2とフロア3がある。ちょっと待って。20分無理やろうって。おい、やばいってこれ。おい、これ過去一広いマップ。お前すごいな。なのだけこう、お前よく作ったね。3ヶ月かかるわ、そりゃ。時止めどころの場合じゃないじゃん。これ、そう、逃走中並みになってるよ、これ。これやばいだろ、これ。え、ちょっと待って。練り飴。待って、練り飴？え？どういうこと？なんかさ、練り飴なんか俺の目の前で撮影してない？あ、で、時計塔の上に行けるみたいな感じね。でも、行けはしない。これ以上何もないもんね。え、マジで見つかんない。おい、みんな、おい、マップが揺らすぎてわかんないぞ。クロちゃん、逃げろ。ここは俺に任せろって。え？いる？このエリアに？特定ができない。おい、みんなマジでやってみろって、お前。これ、バイオエリアやんけ、これ。バイオハザード。怖いですねって、怖い。怖いのか？あ、皆さん見てください。パソコンエリア、やべえ。広これ、やば。お、マジすげえな。よく作ったね、これ。ほんと。多分、いないよね。あ、ちょっと待って、みんな。はーい、カサくん見つけたー。はい、隠しエリアありましたー。で、謎のエリアですね、ここ。あ、ほら、こういうとこにも行けるんだよ。お前、やばいな、今回。すり抜けエリアがさ、大量にありすぎるんだよね。もう、時止めどころの騒ぎじゃないじゃん、これ。え、これ、時止めても無理じゃない？遺跡だけで、多分もう10人、もう全員行ける。遺跡かくれんぽだけでいけるレベルだよ。じゃあこれ、ケコくん、これあれだよ。これ今、猫チキとかさ、レアちゃんが逃走中作ってるじゃん。そこにこれ、組み込んでもいいよ、これ。もう、このマップさ、ちょっと内装とか変えて再利用しよう、これ。広すぎて回れねえよ、これ。はい、皆さん、あと6分です。制限時間20分のうちのさ、15分間動き続けて、未だに到達できないから、全エリア回れてないからね。見つかる気がしないって、そうだよね。これさ、見つけられる気がしないんだよね。あ、皆さん、こっち行きましょうか。なんか、ピラミッドみたいなところなのかな、これ。ここ行けるね。ピラミッドエリア行って、ここ上登るんだよね。登って、こっち側？なんか、迷路みたいな感じになってる。この先に誰かいるのかな、本当に。はい、いません。はい、いません。時間の無駄です。はい、リセットしましょう。で、多分リセットすると多分これバグるよね。バグる？バグったわ、入り直そう。で、なんかさ、みんなさ、いろんな位置とかを送ってくれてて、はい。多分ね、ハヤプトンはまず行ってない、このエリア、氷エリアは。で、ユートエリア、待って。これ？なんだこれ？ここ多分初期地じゃん。初期側の地点であるとこじゃん。ねえ。よし、じゃあちょっと待ってみんな、わかった。うわ、もうめんどくせえ、ようこそがついちゃった。この下？下はいないね。待って、多分ね、ユートエリア、ユートくんあそこだと思うの、多分。さっきの場所行き方、いや、終わった後に終わってる。時間ない。時間ない。お前、結構、なるだかふざけんな。お前、4分やぞ、4分。待って。みんな、あ！いたわ。そんなとこいたのか、ニットさん。全然見つからなかったわ。うまいね。同じ白色だから隠れられるってことね。飛行機エリアもまだ見つけられてないし。飛行機エリアまだなんだよね、ぶっちゃけね。なんでフナフ倒れたん？なんでフナフ倒れてる？多分ね、この裏側とかじゃない？こう裏側とかにいるんじゃない？3号パイセンとかが。なんか紛れてそうだよね、普通にね。こういうところに。いねえなぁ。これどこだこれ。わかんねえぞ。皆さん、あと3分です。これ違うよね。このキャラクター多分違くて。はい、リリチオがたくさんいますね。ロバックスとお金がある。で、おそらくこっちだね。はい、で、ダイオウグソクムシ、スズカスタ、リリナーさんがいて、終わりか？これ本当に。いや、中も帰れるけど多分違うよな。これ。ここの中とかじゃないみんな。
で、心中とかじゃない？違う？でも見当たんないな。いないはいないんだろうな。今回初勝利あげる。いやー、練り山や捕まえて、マジで。待って、こっちから行けねえか。待って、もう一回みんな飛行機行こう。多分飛行機絶対行けるよね。ん？なんだこの上エリア。ちょっと待って、これ何？またなんか別エリアあったぞ、これ。猫とかがいる。あ、これあれだ。キーがあれば入れるんだ。でも誰かいる？これ。あ、なんかそれっぽいのいたな。なんかそれっぽいの。うわー、ダメだ、みんな間に合わねえよー。鍵ってどこにあったっけ？鍵エリアにミスター B いたわ。あ、1分切っちゃったー。時止め無制限じゃないと無理だろ、こんなの。なあ。しかも、ナノダケコが落ちた。え、なんで？え、ナノダケコ落ちた？親に取り上げられそうだから落ちます。ちょうど皆さん、それで、試合も終了。20分終了。これどうする？あの、継続するか、一応。ナノダケコの石を受け継がないといけない。あの、親に取り上げられそうになって、ナノダケコ消えた。ツッコミどころが多すぎるって。待ってね、俺ね、ぶっちゃけね、ほとんど分かんなかった。え、みんなまずさ、どこにいたかチャットで書いてくんない？どこいた？一番近いエリア。寿司の下？は？ちょっと待って。待って、おかしいおかしいおかしい、ちょっと待って。俺、いたぞ、ここ。なおくんが。うーわ。わかりました。皆さん、じゃあもう一回行きましょう。もう一回。色で隠れてなかったわ。堂々といるわ。え、どうするみんな。あの、飛行機なしにしない？ねえ。まず、そう、鬼は二人にして、鬼は、違う、みんな待って。おい、ナノダケコの設定で、鬼は一人だけですになってる。待ってみんな、鬼が一人だけになってるわ。待って、じゃあ、俺が時止めで剣やるわ。待って、え、ゼロくん権限もらってない？ちょっと今、裏にゼロがいるんだよね。待って、ワンチャンゼロくんがシャットダウンできる可能性がある。あの、物を、剣とかを置ける可能性がある、初期エリアに。あ、来た！あ、皆さん、ナノダケコはいなくなったけど、ゼロくんが権限持ってましたから、ゼロくん鬼の初期スピード上げる、初期値に剣の設置しよっか、かスピードコイル。それだったら、鬼二人以上もいけるよね。で、俺が時止め。それでいこう。それならすぐ即興できるでしょ。え、飛行機はなしにしない？今回。飛行機。え、飛行機絶対無理だよね、あれ。あのエリアの広さはね。ってなると、初期の雲エリアと遺跡。初期の雲エリアと遺跡だったらいいんじゃない？飛行機って何って。え、なんか初期地からさ、飛行機見えるじゃん、飛空艇みたいな。あの、遺跡より、ちょっとみんな行ってみて。じゃあ行ってみよう。じゃあ行ってみよう。あの、遺跡より広いんだって。遺跡より広い。もうなんなら、あの、この飛空艇だけで一本動画が撮れるレベル。そうなん、そうらしいよ。あのさ、ここ全部隠れられるんだよ。これやばすぎって。あのさ、無理じゃないで、ね、バカじゃって。あのさ、あの、だってなんかさ、俺思ったの。ゲコくんがさ、えらいなんか時間かかるなって、制作に。1回目の提出の時、ちょっとマップ狭かったのさ。エリア少なくて。ちょっとこれじゃ、隠れんぼとして無理なんじゃないって言ったの。だから隠れ鬼を提案したんだけど。で、それから1ヶ月ぐらい経ってできたのこれなのね。あのさ、これやばいって。極端だよね。そう、0か100かなんだよね。あの、ローランドと一緒、考えが。俺か俺以外かっていう、なんか、ローランドの思考なんだよね。なのだけこう、31歳、サラリーマン。まあ、でも皆さん、ちょっともったいないんで、この飛行機は次回撮りましょう。この飛行機をマップ制作できるメンバーとかと集まって、なんていうの、ここをちょっと内装を加えて、ここだけで、なんか鬼ごっことか PVP 隠れんぼができるにしたいと思うんで、皆さん、今回はなしにしましょうか。はい。ということで皆さん、あれから3、40分経過しました。まず、ゲコくんが親に怒られて落ちるっていうのがあって、かつ、ゼロくんが権限持ってたので、ゼロにいろいろ変えてもらいました。その結果、もう落ちたい時間帯って、すいません、ほんとお待たせしております。足が速くなる、そして、スピードコイル、はい、で、剣も持てるようになったので、カサくんに補佐役してもらいます。で、制限時間25分で、もう一回やり直そうという感じです。ゲコくんは落ちました。で、タイムストップもできるという感じです。で、ルールとしては、向こうのあの飛行機場、あの中はなしにしましょうねっていうルールだけ設けました。それ以外には隠れてると思うんで、じゃあ、カサくん、一緒に探していきましょう。準備いいですか？はい、じゃあ行きます。よーい、スタート。25分でーす。カサくん一回隠れたじゃん。どこにいると思う？カサくんの経験則から行こっか。カサくんについていくわ。これ多分左右左右左でしょ。カサくん。
あのさ、下手すぎひん、ちょっとね、あまりにも下手すぎひんか、それは。見つけました、早っ、マジか。ちょ、すぐ行くわ。あー、よし、来た。え、どこいた。カサ君どこ、カサ君どこ、カサ君どこ行った。遺跡のところ、あれ、うん、なんか横になってるわな。オッケー、倒したー、ナオくん。うん、わかりやすかったら、ナオくんね。あら、多分あれなんですよね。ナオくんも時間帯的に多分寝ないといけないんですが、チートかーって。はい、あの、お仕事頑張ってください。お仕事頑張ってね、ナオくん。ここ、あれか。クリプトン・ハヤブサがいたエリアか。はい。ここなんだ。ちょっと待って、これは？キャラクターか。それで皆さん、ナオくんは見つけましたね。え、カサくんが見つけたのってナオくんでしょ？なると、残りの人数ちょっとそのこの遺跡から探していこう、じっくりと。まずはでもさ、さっきの試合さ、2階に降りたじゃん。これってさ、フロア3行ってみない？フロア3とかもあるんだ。でかい好きって行けませんって。え、家族、あれはエレベーターは、エレベーター、何これ。家族行くよ。3階とか結局見れずじまいだったもんね。これどっかに動画班紛れたりすんのかな。バックルームのさ、パイプルームみたいな感じになってんじゃん。え？何これ？このエリアワンチャン動画班すら知らないんじゃない？何これ？なんかアメリカの旗があるんだけど。これ月だ、月。月エリアだ。あ、今20分。あと、だから25分なので今5分経過。何このマネキンエリア。だから実験室みたいな感じなんだろうね。カサ君多分ね、ワンチャンここにも隠しエリアありそうな雰囲気。マイエリア、マイエリア、壁すり抜けあんじゃん。ワンチャンこのエリアもすり抜けるんちゃう？すり抜けないか？ないね。よし、戻ろう。あ、まだ時間あるからね、今回。ちょっと時間長めに取ってるんで、ゆっくり行きましょう。いやー、ここいそうだなー。カサ君は奥、右、そっち。俺、左行く。皆さん、ここから分担してください。見つけたら教えて、カサ君。見つけたら。はい、このエリアですね。前回はここいなかったんですけど、あえて分かりやすいところに隠れてる可能性は十二分にあり得るのではないでしょうか。わあ、でもいないか、この迷路も。いや、さすがにいないよな、ここ。言うて隠れるとこなかったもんね。迷路だけさせて無理みたいな感じだろ。ナオくん一人しか見つかってない。さすがにまずいぞ、これ。え、じゃあさ、動画班さ、遺跡にいるか、雲にいるか、どっちか書いてくんない？はい、おいしいね。って、雲、え？雲、え？カサ君、俺たちはとんでもない勘違いをしてるのかもしれない。えって、しかもさ、あれなんだよ、俺まだ時が止めれてないんだよね。いやパッと見いないってのが面白いよね、マジで。ってことはみんな雲ってこと？全員雲だよね、その言い分的にはね。さっきこれあれだね、ナオ君たちがいたエリアだね。ずっとリリチオが見えてるだって。やっぱ寿司かな、寿司エリアかな。寿司エリアさっきいたんだよね、練り飴とかがね。さすがに今回はいない？いないな。いない。みんな雲にいるらしいよ。奥かな、じゃあ。はい、ということで、ゆうとくんあんな簡単なところにいたのに、気づかない僕たちってバカだね、本当にね。本当に俺たちって愚かなんだなってのが分かった。おーい、上がってこーい。おーい、何してんの？おい、こらー。あっ。はい、まず一人は倒しました。カクカクしてるけど。隠れ鬼だよ。僕は動かないって。あ、ほんと？あ、じゃあ、遠慮せずに。ちょっと待って。え？あ、オッケー、やれた。オッケー。積んだかと思った。小型スキンで隠れたわ。え、ちょっと待って。え、ユウトってさ、2体いたってこと？なんか千手観音のユウトいなかった？千手観音ユウトと、初期値にいた千手観音ユウト。今俺が動画で倒したやつ。初期値にいた千手観音ユウト。あれって何なの？じゃあ。あれ本物？隠れ方が甘いんじゃ、お前。あ、ミスター・ビーンか。なので、みんなミスター・ビーンらしい。なんでお前スキンユウトにしとんねん、お前、こら。ややこしいスキンすんじゃねえよ、お前、こら。はい。よし、みんないいぞ、順調やぞ。皆さん、あと、13分。結構時間減ってきたよ。残ってるの生存者チャットして、生存者。あー、練り飴、はやぶさ、のっちゃん、クロちゃん、ぐらい？ 5、6人ぐらい？あと。
らしいです、皆さん。一応チャットしてるのはこのメンバーですな。あれ、なんかのっちゃんがさ、位置情報をくれたんだけどさ、何これね、何これ、意味がわからん、どうかしてんじゃん。いましたって、どこ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 、はい、カサク見つけた。どこカサク、カサクどこ、あ、いた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 、ナイスー、見えてました。誰が死んだ今、クリプトンはやぶさか、多分クリプトンはやぶさ。これは多分猫チキだよ、猫チキ見つかってるから多分ね、絶対この上だ。あと8分で見つけるぞ。パキ入手方法忘れちゃった。あ、ナイス、はい、誰かのおかげで入れました。でもさ、いねえかも。せっかく開けたはいいけど、待って、それ何、今の何それ、え、何それ。あ、猫チキがいるぐらいか。でも、あ、猫チキがいるぐらいで、でも関係ないわ、ワンちゃんも関係ないもんね。待って、これお手上げかもしんない。一人も見つかんねえ。この飛行機入ってないからオッケー理論とか、え、待って、ラドン自分遊ばれてるとか言ってるぞ、カサくん裏チャットで。待って、いた、はいはい、時止め、リトンター、いたー、はい、見つけたー、そこにおったんかい、悪い。時止めあと何回って、もう3回ぐらい使っちゃったね。うん、時止め使えなくな、あ、まあいっか、あの、俺無制限の時止め使うわ。うん、無制限の時止めじゃないと勝てない。うん、少なには勝て、無制限の時止めを戦闘、仕方ない、これは。わからない、助けてー、助けてー、浅く頼む、あと一人なんとかして見つけてくれー、どこにいるんじゃー。ちょっと待って、白子を見つけたー、あー、白子を見つけたー、キャッハー、白熊発見攻略でしょ、もうこれは。もういいでしょ、クリアで。ダメ？ナイスですよ。さあ皆さん、あともう10秒ぐらいです。どうかしてるぜーって。5、4、3、2、1、終了ー。見つかってない人戻っておいで。練り飴と誰が結局捕まんなかった？練り飴とラドン？練り飴とラドンで、まずクロちゃんが充電が切れたらしいから、え？どここれ、クロちゃん？これどこ？草むらの間に中に入ってんだけど、これ。自分ずっとわざとやられてるのかと思って、え、そのレベル感？どこどこどこ？感染できないわ。まず練り飴。かくれんぼ勝つって、こんなに気持ちいいのかって、そうだよ。ここで待っててって、はい、了解。何それ、え、何それ、多分そこジャンプしていけるってこと、ここって、え、中に入ったってこと、そのずっとこの中にいたの、中、例えばさ、俺がさ、ずっとこう登ってたらさ、これ 100% 動画に映ってんじゃん。じゃあカサ君、俺とカサ君、これが見つけられてないんだよ。あの、光沢だよ、光沢、光り輝いてて一切気づいてなかったんだ、気持ちよって。見つけられるのに見つけられてないって一番やばいね。見事。ラドンくん、どこ？ラドン。いや、探したよ、ラドンくん。それ、嘘、絶対嘘、探したよ。探したよ。ここいたらしいよ。俺さ、剣でさ、たくさん殺してたよね。はい、どうかしてるぜということで、以上、結局この企画なんだったっけ？あの、下克上が落ちたせいでさ、よくわかんないけど、多分タイタンクロックマンかくれんぼだね。はい、時が止めれるタイタンクロックマンかくれんぼでした。よかったら皆さん、こちらのマップ、多分なんか帰国が結構さ、マップのタイトルとかさあの説明欄とかの英語で書いてるからね、みんな、あのマップの詳細、みんな見た？マップの詳細英語で書いてるからね、ちゃんと海外狙ってるから、彼。 Hello Roblox players, this game was made by Gecko. I worked hard to make this game, so if you like it, please rate it to highly and give it a try って、あの、ちゃんと海外を狙ってるんで、よかったら皆さん、やってみてください。ということで終わります。お疲れ様。